どうも、七熊線延伸開業した時の動画を2024年に編集してる滝川ミルです。七熊線延伸は2023年3月だし今更感が、トレイムです。今回は第 2.5 次遠征期、九州滞在期間中の動画たちをまるっと一本でまとめちゃいます。それでは今回もよろしくお願いします。ちなみに背景は何なの？これはね、倍速の乗り換え映像だよ。ということでまた乗ります博多南線。なんか改札閉められてた気がす。前回もあれだったし問題ないんじゃないかな。ということで早速乗ってみよう。それで乗ろうとしたんですがカメラのバッテリーのせいでこれしか撮れてませんでした。期待していた皆様ごめんなさい。ということで場所変わりまして九大本線高田踏切にやってきました。九大本線といえば、2024年春に関東16がデビュー。初の DS 列車ユフインの森、豪華なレストラン列車のある列車、とかで有名なところだね。でも残念なことに観光列車以外は上下それぞれ1本ずつ。見てもらった通り炭鉱の津波120の運用もあるよ。でも炭鉱だと立ち客は普通にいるんだけどね。そして次は田主丸駅。カッパの形をした駅舎で有名だね。ある列車の観光用停車駅で、特急ユフの一部停車駅にもなってる駅だね。ここである列車を待ちます。その前にやってきたのは津波200の2両編成ですね。ということで本命がやってきました。これ撮るために待ったのでいいのが撮りたいなぁ。と言いつつかなり動いてますけど。これはひどいなぁ。まあいつかリベンジとかもできるでしょうし。その時を待ちましょうか。ということでね、正直 2.5 次遠征期はこれくらいしかしてません。動画化するか迷うって言ってたもんね。で、無理やり動画化した結果がこれでしたね。しかも今回は7割以上何も話してないっていうね。ということで短すぎるので予定外ですが飛行機に乗るとこも行きましょうか。ということでこんなに短かったんですけど 2.5 次遠征期はここまでです。期待していた皆様ほんと申し訳ないです。お詫びとして第3次遠征期では動画量とかを増やして投稿しますのでどうかご了承ください。それでは次会いましょう。ご視聴ありがとうございました。